で、声優のテクニックといたしまして、声優というのはその喉と口を、言葉を通してですね、その何かの振りをしているというんですかね、振りというのはこう、いや、まずやります。顔もちょっとかかってるんですよ。いきますよ。経済企画というのは、はい、そうですね、やはり経済全般にわたって貿易収支の値をもっと厳密にすべきだと思うんですよ。うん、貿易収支の経理をですね、税関関税含めて全てにわたって、もう一つ他のは、どれがいいかな。あ、これね、物食べてる時のね、あ、これは、何や、ソーセージと、卵を挟んでるみたいですけど、ソーセージの中に卵が入ってるのか、卵の中にソーセージがあるのか、ちょっと分かりません。とか、他は、どんなあるかな、よくやってる声優で。あ、こんなのね。よう、俺はよう、今からよう、飯を食うよう、よろしくなるし、女優業で言うと、はい、私が今からお客様のために一プロ浴びてまいります。音声はなしでお願いします、とか、他はこう、なんていうかな、他の声優で言うと犬犬はね、喉で出すの。低い犬だと、っていう感じ。マイクの性能にもよるんですけどね。もういいですか、この辺で。他もいろいろできますよ。コンピューターに経由して、その、喋ってる場合もありますし、自分がそのマイクを通して、この、あ、マイク映らんけど、通してその発生してる場合もあるんで、いろいろ出せます。あ、あれ見ましょうか、あの英語のオッペ、 I've just bored とか、 A few people love a long distance we decide とか、英語になると Excuse me, I want to be here, okayI'm ready? Are you ready? No, I'm a man. Be quiet. Be strong. こんな感じ。もういいですかね。